プロジェクト X ゾーンは2012年10月11日にバンダイナムコゲームスワンプレストレイベルから発売された Nintendo 3DS 用シミュレーション RPG ソフト。略称は複像 PXZ など。カプコンセガバンダイナムコゲームスのゲームキャラクターが共演するクロスオーバー作品。過去のクロスオーバー作品ナムコ X カプコン及び 無限のフロンティアエクシード、スーパーロボット対戦 OG ーーサーガの世界観を継承しており、この2作で共演していたキャラクターたちは顔見知りである。本作のタイトルは、ナムコ X カップコンのように、会社名を入れる案もあったが、すべてを入れると非常に長くなる上、続編ではなく新規タイトルだということもあって、夢のクロスオーバーが実現した企画という意味で、現在のタイトルになった。 公式ブログでも同様のことが書かれ、様々な作品がクロスオーバーして出会う領域として、クロスゾーンと名付けられた。オープニングアニメーションを監督した天宮明は本人曰く勝手な思い込みとして、本作をナムコ X カップコンの延長線上のゲームと考え、制作したと語っている。2015年秋には続編のプロジェクト X ゾーンに、 ブレイブニューワールドが発売された。王領寺の屋敷の地下に保管されていた、警戒石が何者かに盗み出された。王領寺 B は、自分の家庭教師である、探偵の天、コ小五郎に、事件の調査を依頼し、共に犯人を追おうとしたところを、警戒石窃盗の犯人である、オロスプロクスの一団が再び屋敷に忍び込もうとする、場に遭遇する。時同じくして、 世界各地で次元の歪みが現れるようになる。歪みに巻き込まれ、時間や場所、さらには、平行世界や現実には存在し得ない場所が混じり合い、すでに存在しない人物やものが復活するなど、異常事態はどんどん加速していく。これらの事件は、オロスプロックスの仕業だと考えられた。様々な世界から、時空の歪みに巻き込まれて出会う、はずのない出会いを果たした者たちは、 協力試合それぞれがいた世界に戻るための戦いを始める。各キャラクターには本作オリジナルのキャッチコピーがついている。名前の後にがあるのは敵、ライバルキャラクター。また、名前の後にがついているのはイベント専用キャラクター。ゲーム中では味方側はペアユニットに好きなソロユニットを組み合わせ、3人1組で行動する。 ソロユニットは単独で活動することはできない。敵側は原則短期出撃性となっている。様々な世界から次元の歪み、揺らぎの影響により突然転移させられたり、何らかの転送装置や魔力、霊力の高い場所や物の暴走など様々な要因で異世界より集ったプレイヤーキャラクターたち。事態を収集するため、何より自分たちの世界に帰るために、 彼らは共闘していくことになる。主人公小五郎と B で一組のペアユニットとして行動する。オロスプロクス、警戒石を盗んだ謎の組織。本作におけるオリジナルの敵側キャラクターたち。異世界を渡り歩き力を集めている。時空が混ざる現象については発生する位置を発生前に特定し、その上で規模をある程度制御はできるものの。 発生そのものは自分たちの仕業ではないと主張する。その他のキャラクター編なとももよ、改めは出展がナムコクロスカップコンとされているが、実質今作が初登場。鉄拳シリーズ風間ひとしと両アキラウで一組のペアユニットとして、それ以外は味方同期はソロユニットしての登場である。外見の設定上は鉄拳タッグトーナメントに準拠となっている。 専用テーマは全キャラクター共通で、鉄拳タグトーナメントピアノイントロ、マッシブ、ミックスマイナス。ただし、ひとしと赤月うのみこれの他に、人家ざまがある。ゼノサーガシリーズ、ハックシリーズガイトと、ブラックローズで一組のペアユニットとして登場。ハックシリーズを制作したサイバーコネクト2の松山洋は、本作を、 ハックボリューム4絶対包囲の後にあたるカイトとブラックローズの最新のエピソードだとしている。専用テーマはカイトブラックローズ共通で字の階段。テールズ・オブ・ベスペリア有利とエステルで一組のペアユニットとしてフレンはソロユニットで登場する。テールズ・オブシリーズからベスペリアが選ばれたのはシリーズの中でもキャラクターの年齢が 割と高くた作品の主人公たちと共演しても違和感がなく戦いやすいと考えられたため、スーパーロボット対戦 OG シリーズ時系列的には第2次スーパーロボット対戦 OG の後という位置づけになっている。本作の戦い後、無限のフロンティアシリーズのハーケンと共にスーパーロボット対戦 OG シリーズの世界に帰還し、物語はスーパーロボット対戦 OG。 ムーン・デュエラーズへと続く。ゴッド・イーターシリーズ・ソーマとアディサで一組のペアユニットとして、リンドーはソロユニットとして登場する。時系列的には、ゴッド・イーター・バーストの後という位置づけになっている。ワルキューレの冒険シリーズ無限の、フロンティアシリーズ・ハーケンとカミオルで一組のペアユニットとして登場。ナムコ・クロス・カップコン・デージと、消防で一組のペアユニットとして登場。 ユメリア本作のカップコン側のキャラクターの声優については一部マーベル vs カップコンサンフェイトオブツーワールズに準拠しているストリートファイターシリーズ流と剣でペアユニットとして登場春霊については口述バンパイアシリーズ本作では味方として登場する3キャラクターともに同じカップコンの他作品のキャラクターとペアユニットを組んでいる デミトリとダンテが組んでジェダを倒すというエピソードはカプコンファイティングジャムのジェダのエンディングが元になっている。バイオハザード・リベレーションズ・クリスとジルで一組のペアユニットとして登場。キャラクターの出展作品はゲーム中ではバイオハザードシリーズになっている。シリーズの中でリベレーションズが選ばれたのは新しい作品ということでカプコン側から提案されたため。 デビルメイクライシリーズロックマン X シリーズ x ゼロでペアユニットとして登場。デッドライジングシリーズ魔界村シリーズサイバーボッツ、ロックマンダッシュシリーズトロンと古文で合わせて、トロンに古文名義でソロユニットとして登場。ジャスティス学園シリーズステージや BGM に関しては、以下の作品からの出展以外に、ゲインブランド出展のものが存在しており、一部ステージにて使用される。 桜対戦シリーズを見はと、桜、エリカとジェミニで二組のペアユニットとなる。セガ側からの各作品から平等に登場させたいという提案で、シリーズのメインヒロインが全員登場することになった。原作に登場するテルタケやスターなどの列車カッチュには登場せずに、生身で戦う。ともえり歌劇団が保有する弾道輸送兵器、リボルバーカノンを使用する場面がある。 時系列的には、桜対戦 V、さらば愛しき人用終了後となる。バーチャファイターシリーズアキラと、パイで一組のペアユニットとして登場。外見上の設定は、バーチャファイター5基準となっている。戦場のバルキュリアサンクルトとリエラで一組のペアユニットとして、イムカはソロユニットとして登場する。時系列的にはリエラが、自分の羊を知りバルキュリアの力を自由に、 操れるようになってから、セルベリアが戦場のバルキュリアで自爆死する前である。本作の企画段階では、第一作のキャラクターが登場予定だったが、戦車抜きで戦う姿が想像できないという理由で見送られた。シャイニング・フォース・イクサ・トーマとシリルで一組のペアユニットとなる。時系列的には、逃げミ復活の前になる。 シャイニングシリーズから、イクサが選ばれたのは、シャイニングホースの名を冠しているため、本作において一番神話性が高いという理由から、スペースチャンネル5シリーズエンド・オブ・エタニティ・ゼファーと、リーン・ベルで一組のペアユニットとして、バッシュロンは、ソロユニットとして登場。他作品キャラクターに、バーゼルの支配者であるカーディナルたちのセリフを言わせる、カットが、複数存在する。ダイナマイト刑事。 シリーズゾンビリベンジファイティングバイパーズシリーズ2012年2月22日に行われたニンテンドーの発表会であるニンテンドーダイレクト2012.22にてバンダイナムコゲームスカプコンセガ3社のクロスオーバープロジェクトとして発表同年4月17日に公式サイトがグランドオープンした初回生産分は早期購入者限定スペシャル仕様として発売され 設定資料集とサウンドトラックが付属した。また、各社の公式 EC サイト限定で、会社ごとに異なるキャラクターのドット絵がデザインされた、PXZ オリジナル T シャツが同梱された、三社限定スペシャルエディションが発売された。ドット絵を担当したのは、バンダイナムコスタジオのデザイナーである、小野博史。本作の発売記念キャンペーンとして、公式サイトでゲーム内、 アイテム、ジェイドメダルが入手できるダウンロードコードが期間限定で配信された。2012年12月19日、任天堂 e ショップより体験版が配信開始された。体験版にはバージョン A とバージョン B の2種類あり、それぞれ登場キャラクターやプレイできるマップが異なっている。ダウンロード体験版のプレイ可能数は7回まで。ありがとうございます。